1月15日。もうとっくに日は沈んだというのに、あたりには蒸し暑い空気が漂っている。マンションの階段を駆け上がる僕の体からは、汗が止めどなく吹き出していた。さよなら。たった4文字の彼女からのメッセージ。それが何を意味しているのか、僕にはすぐに分かった。沈むように溶けてゆくように一言で全て